3本か。ありがとうございます。これはお誕生日おめでとうっていうタワーかな。嬉しい、ありがとう。お、でっかいクマのタワーもありがとうございます。クマタワー、とうとうさん、これまだお誕生日祝いが続いてるってことでいいんですかね。もう12月4日なんですけど、まだまだ有効ですかね。おめでとうすごい、お誕生日おめでとうって言ってもらうんだけど、まだまだお誕生日モードで浮かれていてもいいのでしょうか。どうなんでしょうか。浮かれてもいいなら騒ぐし。いいんだって。やっほいほー、やっほいほー、24歳、やっほいほー、やっほいほー、やっほいほー、24歳、やっほいほー、ふう、じゃんじゃじゃーん。24歳の舞。こんなに、なんか、お祝いされるなら、ちょっとおしゃれしてきた。デス終わりの格好じゃなくて。クマもありがとうございます。ありがとう。嬉しいねまあちょっとあの誕生日当日にいただいたタワーのお礼もまだなので、またね、なんか今月中に日付決めてお礼の枠みたいなしたいかなって、しようかなって思ってます。思ってる時です。なのでその時が来たらぜひぜひぜひお待ちしてます。初めて見た99999ベアね、なんかすごいすごいやつらしい。やばいよね、なんか理解できんわ理解できんわ。美味しいもの旅行行けるのに、それでそれで沖縄も行けるし北海道も行けるのにな。でも世の中には自分の思考以上の考えを持つ人がいるから、私は否定できないけど、もっといいものに使えばいいのにな。ありがとうございます、ありがとうございます。ありがたいですね、本当にね。死んだ万象に触れましたね、本当にね。死んだ万象の世界、私だけは価値観を失わないでおこう。うん。いやー、間もなく生誕祭もありますし、まあまだまだ誕生日という自覚がある月なんですけども、12月1日はですね、私はね、みちゅさんの舞台見に行ってました。で、夜、昼は予定があって、東京に予定があって東京行ってて、夜はみちさんの舞台見て、で、ホテル泊まって、次の日が2公演だったんで、始発で帰って、花垂れ2公演やるっていう、ちょっと何気
なんかハードスケジュールしてましたね。ハードワーク。そうなんよ。なんか余裕こいてさ、東京発だから新幹線取らんでも行けるやろって思って行ったらさ、全席完売しててびっくりしたみたいな、指定席が全席完売してた。なんか確かに葵さんにもう数少ないよって言われたんですよ。葵さんと一緒に帰ってきたんやけど、自由席、自由席で帰ってきたちゃんと座れた。そうなんよ、めっちゃ混んでました、新幹線も。年末っていうか12月って感じしますね。座れたならよかったね。まあまあ言うて始発だったからなんとか。でもね、全然座れてない人いた。始発の東京からなのにめっちゃ立ってる人いた、座れなくて。やけん、いやこの時期の遠征は恐ろしいやーって思った。指定席の予約って個人でしてるの。まあ舞台は個人で見に行ったから個人でしてるんですよ。仕事じゃないからね、感激は趣味やからね。そうなんですよ。皆さんもね、クリスマスとか多分全席指定席だと思うけど、新幹線で来る人は頑張ってください。抑えるのが大変だね。はい、アンピーに会えましたか？アンピー会えなかったんですよ。次の日だった、見に来てたの。めっちゃ会いたかったんですけど、アンピーから誕生日おめでとうの LINE が来ました嬉しかったな。あ、田中美穂からも来ましたな、磯貝さんとか。結構卒業生からもお祝いが来て、いやなんか嬉しかったんよ本当に。めっちゃたくさんの人からお祝いが来て、そう、ありがたいね。誕生日なんですか？3日前かな、1日か、誕生日でした。本当に嬉しかった。メンバーからも、珍しい人からのお祝いあった？いや珍しい、うん、なんか割と毎年毎年なんか何気にお誕生日いただいてますメール田中美穂だけフルネーム、田中美穂は田中美穂。嬉しいね。昨日でも公演だったんですよ。昨日じゃない、一昨日か、2日、12月2日が、うん、なのでなんかお見送りとかでおめでとうってってもらいました。ファンの人まだ半袖の人いるんだけど、寒くないんかな。お見送りの時に思ったんやけどまだ半袖だったんだけど、
もうさすがに寒いでしょ。2機しかない暑かったのかな、公演中だと。でも今日ソラハレッスンの時タンクトップだったから、私マジでなんか季節感を失った。会場が暑かった。え、会場暑いのかな、私踊ってるから確かに暑かったけど、会場は分からん。ソラハやばいよ。なんか風邪ひかないのか心配になる、こう汗かいた後とかなんか最初は長袖だったけど、途中からおもむろにタンクトップになってた、急に。なんか気づいたらおきちゃんタンクトップ NG なの？NG じゃないけど、冬はまあそうかな。タンクトップキャラ狙ってるのかもしれん。なんか STU いたら季節感ちょっとおかしくなる。暑がり寒がり。寒がりだし暑がりです、私はね。誕生日おめでとう、ありがとう。うん、あきちゃんも日記なんだね。うん、私自身は4期なんだけど、四期なんだけど、周りが2期しかいない夏と冬しかない。まあそんなことは結構どうでもよくてどうでもよくてどうでもよくて、なんか話そうかなって思ってたんだけど、何話そうと思ってたんだっけな、忘れてしまった。こうなタンクトップの話してたら伝えたいことでもあるんか。いや特にはない、特にはない。ただ今日はメール送れなかったからちょっと生存確認をしとこうかなって思って配信してます。生きてます、心配しないでください、生きてます。生存確認できましたか？確認できた、よかった。送ろうと思ってたんだけどね、なんか地味に送る時間なかった。よき、生きてて偉い、だってすごい、生きてるだけで褒められる。こんなイージーモードでいいのだろうか。クマありがとうございます。えらいだって、ありがとう、みんなもえらい。アイドルってええなって、いやーそうなんですよ、アイドルいいことばっかりなんですよアイドルいいことばっかりなんですよ。皆さんもアイドルになりましょう。
アイドルはいいぞ、アイドルはいいぞ、ネキ爆誕。まずこうみんなが褒めてくれるからすごいすごい自己肯定感が上がるぞ。歌とダンスは楽しいぞ。みんなとの握手会も楽しいぞ。いいこと尽くし。悪いことと言ったら明日の予定がわからないことくらいだぞ明日は何時起きなんだ、まだわかんねえぜ。だから23時以降までは寝れねえんだ そんぐらいだぜ。でもね、今日はね、あの珍しくね、明日の予定がわかるんですよ。明日何時に起きるっていうわかるんですよ。なので今日はもう終了終わったらすぐ寝ますわかるんですよ。明日早いの、全然早くないんですよ。いっぱい寝れる。アクさん、タワーありがとう。ケーキのタワー、タワー、やー。明日はね、何時だったかな、1時とかだったかな、1時から仕事、めっちゃ寝れる。今日は夜の6時から仕事だった。だからちょっとこの2日間ぐらい割と楽で、ちょっと嬉しい。ゲームできるゲームできる。今日も、昨日か、今日の朝とかもゲームしてた。いや、メール送れって話ね、本当にゲームずっとしてました。ゲームして寝てレッスンしてきた。こういう日があるとちょっと嬉しい。夏休み冬休み、ありがとう。ギフトはどうも。いっぱい寝てゲームできて幸せやん。そうなんよ、そうなんよね。やったぜ。忘年会ないの。忘年会でもなんか一期生になんか今日ご飯誘われたんだよね。今日じゃなくて、あの今月マイハさんに誘われて、なんか一期生のご飯会みたいなの来るって言われたから行きますって言ったけど、それが忘年会なのかな。でも全然まだまだ会えないやけど、それに参加させてもらう予定。なんか珍しいメンバーだったちょっと誰々いたか忘れちゃったけど、なんか珍しい感じやった
一期生全員というわけじゃない、一期生全員ではなかったかな、誰いたかな、ちょっと焦っちゃった。楽しみです。ドラさんでも面会しないの？しないかな、3人だからね、忘年会ではないか、ご飯行こう OK ぐらいかも、人数少ないから、まあでも楽っちゃ楽予定は合わせやすい、なんなら仕事終わりでもいける。でも全然ドラさんでご飯行かないんよねなんか 2-2 では行くんだけど、3人で全然行かない、行こう行こうって言って結局行ってないのは多いかも。そうなんよ、行きたいね今年中には。ラーメンとか言ってなかった、私ラーメン好きじゃないから、ソラハとマイキーはラーメン好きだけど行かないですね、ラーメン行こうって言われてもラーメン好きじゃないからって断るラーメン以外だったら行くんだけどな。そうなんですよ、全然行けない。3人共通の好きな食べ物、でも3人でご飯行ったのほんとね1年前とかかもしれん、1年前とかにもつ鍋食べ行った、いや1年前じゃないな、2年前とかかな、何気に全然行ってないかも、なんか改まって行くことがない、何気にこりゃ悠々しき事態ですね、行かないと。みんなで今月はご飯行こう。オキシャネルでオキシャネルで、パセリも呼ぶとか、ダラさんとパセリいいね楽しそうやね。来るかな、パセリ。なんかね、よくご飯行くのはあのね、マイキューと仕事終わりはソラハで、あとサーヤン、ミナミさん、あ、最近はねサラピもちょっと多くなったかも、が多いですかね、ご飯行くのは。私の友達コレクションの中ではともこれよく行きますね。その中でも多分一番行くのはサーヤン、ミナミさん、まあマイキューどうだろう、なんか行くようで行ってないような気もするけど、
が一番、今年はベスト3行きましたね。みちは、みちさんね、あれなんよね、実家暮らしだからね、なかなかこうご飯行くってなったらね、みちさん遠いんよ住んどるところが遠いんですよ。車ないとダメだから、なんかね、あんまご飯っていうご飯はね、ないね。みちさんはあのホテル同室率1位かも。みつきさんね、あんまり一緒にご飯は行ってないかも。そうなんよ、前もってそう言わないとダメなんよ。こう逆に地方から来てる子の方が一人暮らし、かつ大体みんな同じようなとこ住んでるから、なんか誘いやすい、ふとした時に。今からご飯行きませんかみたいな感じで、だから多いかな。そうなんです。みなみちゃんとどんな話するな。みなみさんはなんか STU の話か、なんかあの昔ハマってたチャオの話とかしてるチャオ漫画のチャオの話とかしてます。あの自分らの世代の昔流行った話とかして、なんかそんな大した話してないよね、みんなとご飯行ってもなんかもう言えるような話してないから言えないんだよねうん、でもみなみさんは結構マニアックな話できますね。深い話とかしてないの。深い話ね、してるかもしれないけど、どうでもいい話の方が多いかも。そうなんよ。っていうの今後とか話さないな。いや、話す時もあるんだけど、だんだんチャオの話にはなってくるね真面目な話もしてるんだけど、だんだんチャオの話になるうん、なんでだろうね。その真面目な話が最後まで続くことはないかもしれん。そうなんですよ。割と今年はなんかいろんなこうなんだろう、なんかこうみんながえって思うような3人組とか4人組とかでご飯とかしたかもしれない。なんか多分言ってないけど、サラピと千代さんとも3人でご飯行ったりとか、ソラハとサーヤンとパセリの4人でご飯行ったりとか、結構なんかね、バラバラでご飯したりしたかも。楽しかった。なんか多分11月にあのコンサートのリハ期間がめっちゃあって、もうみんななんか疲れてなんかストレス発散したくなって、その食にでそれでね、ご飯食べに行こうっていうのがね、ノリが多かったんですよね、11月は。本当にもう外食だみたいな
コンビニは嫌だってなって、だからね11月はめっちゃ外食だった。でもなんか落ち着いて12月はちょっとまだ全然、めっちゃご飯食べました。そうなんです。なんで今月はちょっと出費を抑えなきゃね。うぷんを食で晴らす。そうだよ、ストレス発散がご飯になっちゃうんだよね。沖鍋行き会楽しそう。湯切りか、湯切りか、なんか誘おうかと思ったんだけど夜遅くて誘わなかった時があるんだよねっていうのを言ったら、行くんで誘ってくださいって言われたから、ちょっと私の中で湯切りかをフッカルのカテゴリーに入れたフッカルのカテゴリーに入れました。同じ岡山のメンバーとご飯行かないの？行けないかな。でもなんかまだ解禁されてないんやけど、この間仕事でディネタンの手料理を食べたんですよ。初めてディネタンがあのガチで作った手料理を食べたんですけど、めっちゃ美味しくてすごい女子力高かった。なんか初めて知った、料理うまいんだって思って。そうなんよ、ギャップ、ギャップだよね。美味しかったです。何をかはまだ言えない。言ったらねちょっとネタバレになってしまうよ。まあ多分今月ぐらいには解禁されると思うんで、ぜひぜひぜひ。美味しかったですフッカルなのは誰？フッカルなのは私だと思うんだけど、私本当に断らんよ。まあそのドラさんからのラーメンの誘いだけはなぜか断ってるんだけど、本当に他の木からの誘いは絶対断らない。いやなんかそれ言ったらなんかなんで同期だけってなるんやけど、同期はまだあのね、あの同期だからこそなんよなんだけど、あの本当に私めっちゃフッカルなよ。これねメンバー証言してくれると思うよ。あ都合のいい女って言われてる。でも本当にねめっちゃね、あの本当に断らないから、いつ言われても絶対行くから、いつでも誘ってください。一時期ねもう本当になんか大雨が降った時があって、もう一期生の焼肉に誘われたんですよ。であのなんかタクシーも捕まらないし歩いていくにはしんどいしで、一回断ったんよね初めて。したらホモタンさんから即電話かかってきて、お願い来てって言われて、えみたいな。うん、なんか広島ってすぐタクシー呼べるんですよアプリとかで。なのにもうその日は全然もう雨で全然捕まらない時に、え絶対嫌なんだけどって思ったけど、
30分ぐらいかけて傘持ってこうやって行ったんですよ私。んで行ったら本当にひどいんですよ。なんか一期生さんがねもうすでに焼肉いっぱい食べてて、で、あきちゃん来たみたいな、あきちゃんこれ食べなよって言って、真っ赤ななんかめっちゃ激辛タレみたいな、なんか、お、絶対食べれなかった残りでしょみたいな、あのなんか、まだ焼く前の、すごい赤いお肉を持ってきて、これ何ですかみたいな。たら、これね、激辛焼肉タレみたいな。みたいな。これを、おきちゃんに食べさせたいために、ホワムのなんか呼んだんかって思って。そうなんですよ。まあ可愛がってもらえると信じましょう。これでも結構前、本当に 1,2 年前ぐらいの話。体育会系のノリ、体育会系っていうか何なんだろうね。でも葵さんは普通に食べてた辛いので、それ見て、あ、そんなに辛くないのかなって思って食べたんだけど、普通に火吹くぐらい辛かった。だから私はもうそれから葵さんが辛いものを食べてても絶対に信用しないって思ったし、葵さんが辛いって言ったものは絶対に食べないようにしようと思った。葵さんはね、辛いの平気、平気なタイプ。うん、でも結構本当に誘われたら全然行くので、皆さんもご飯とか全然誘ってください。秒で行きます、うん、呼ばれたら断らないんで。一緒に行きましょう。いい焼肉屋教えて。最近焼肉食べてないな。なんかあんまりお肉じゃなくなってきた。どっちかって言ったら 2.5 期とか3期とかとご飯行ってるの見たい。いや行きたいんよね。でもなんか2期生ともこうなんて言うんだろう、個人個人でご飯行くのって割と最近っていうか今年とか去年とかからだから、まあ時間をかけてからでもいいのかなって思い始めた。なんかこう早急に距離縮めるよりは徐々にお互いのことしていけたらなって思う。まあ 2.5 期はもうさすがに知り尽くしてる、知り尽くしてるんだけども、でもね3期生ともご飯行きたいよね思う。2期生仲良し、サーヤンのイメージ。サーヤンは今年になって2人で遊びに行くようになりましたね結構。なんか意外かもしれない、こうそこまでの仲良しになれるとは思わなかったので。うん、ヤンヤンって呼んでるの。ヤンヤンって呼んだことない。サーヤン、ヤンヤンって誰が呼んでるっけ。なんかパセリとかのイメージなんだけど、なんかあんまり他の子は、え、呼んでるっけ？ 2 期はヤンヤンなのか。私、呼んだことないですね。サーヤン。なんか、ヤン、
ヤンじゃないかも。ヤン、ヤンのイメージない。いや、あるけど、なんかヤンがメインになることはないかもしれない。サーヤの他に2期生で仲いい子いる。ご飯食べに行くのはサラピと、行ったのがサヤカリンとリコチとユキリカかな、単独で。そう思ったら少ないのかな。あ、パセリだ、パセリ。うん、意外に少ないかも。サーヤンがオキちゃんにぶつかったりするエピソードを聞いた。サーヤン毎回突進してくる、なんか出会い頭の、多分曲がるってことを知らないんだと思う。うん、一回ぶつかるよね絶対。イノシシ。うん、そうだね、ちょっとつ猛進。うん、なんかおはようの挨拶みたいな感じ。リネタンとは行かないんだ。いや、リネタン行きたいんだけどね。なんかリネタン帰るの早いイメージで、おはようございます、お疲れ様でしたみたいな。あの、違うな、もっと言ってるんだけど、なんか3行ぐらい早口で言って帰ってるイメージある。おはようございます、お疲れ様でした、失礼しますみたいな。あの、会う時もそんな感じで、おはようございます、お疲れ様です。なんか挨拶が早い。全部言う、なんか礼儀正しさ全て込めた挨拶を早口で言われる。うん、面白いリネと。なんか2期生とも仲良くなれた1年ですね。あと何気にあかりんさんとコメダの仲間で、実はコメダが好きで、コメダコーヒーあかりんさんとはコメダに行く。なんかソラハとは回転寿司にしか行かないんだけど、逆にあかりんさんとはコメダにしか行かない。コメダ仲間。私コメダ、コメダって多いじゃないですか、ものが。だから絶対一人で行ったら余るんですよね。何をオーダーするの？なんかまず白ノワールの期間限定のやつとか、あれね、ハーフでもね2人でこと足りる。あれと、私はあのたっぷり卵のピザトーストが好きなんだけど、それもねめっちゃ多いの。まあでもあかりんさんは別にどっちでもよかったのかな。なんかその時によるたっぷり卵のピザトーストと米チキとかポテチキ、ポテトと米チキめっちゃ多いの本当に。私一人でもそのメニューで頼むんだけど、さすがに白ノワールは頼まないんやけど、めっちゃ多い。もう気をつけて。って感じ。でもよく、うん、食べます。なんか この間の誕生日で、あのいいギフトめっちゃさ、あのプレゼントできてさ、スタバのカードさ、なんか20個ぐらい来たんですよ。使わなきゃ。本当にあの本当に20個ぐらい来て、スタバのギフトカード
はよいかなって思った。そうなんですよ、みんなからスタバもらった。とりあえずピスタチオ飲んでこようかなって思う。スタバ通い放題じゃん。そうなんよ、私はあの広島駅で余裕があればスタバ、なら人が並んでなかったらスタバ絶対行きたいタイプだから。期限あるよ、行きたいと思います。スタバはいいね、全国どこにでもあるから、消費できるかな。そうなんよ、パルコ近くのスタバ行かないの。あ、行ったことない、あんまり。あそこ、ゆきちゃんタリーズは行く。タリーズね、行くよ。なんかそんな定期的には行かないけど、なんかね、今かな、ハリーポッターやってるんかな、なんかね、サーティワンもそうなんやけど、最近ハリーポッターの話ばっかり。だからね、タリーズとサーティワンがハリーポッターやってるっぽくて、私ハリーポッター好きなんで、しかも最近ちょっと今ゲームもやってるんで、ちょっと行こうかなって。あ、ドトールか、ドトールか、ドトールだった。あれ、タリーズ、ドトール、どっちかかな、なんかやってるからちょっとね、行ってこようかなって思います。うん、ハリーポッター誰推し、推し、まあ、私最近ハリーポッターの話してすぎないんやけど、推しはスネープ先生なんだけど、女の子だったらルーナが一番可愛い。あとリーマス先生も好きです、割と。両方一緒。ウェイウェイウェイ、ハリーポッター未修復、未復習だから教えてほしい。ハリーポッター、ハリーポッター、でもあらすじは簡単よね。だからね、11歳になったら魔法が使えるようになるんよ、魔法の血を持ってると。でホグワーツっていう魔法学校から入学できますよみたいな手紙が届くから、主人公のハリーはずっと人間にの一家に育てられてて、人間だと思ってて魔法使いの存在とか知らなかったんやけど、実は魔法使いで血が入ってて、でホグワーツに入学していろんな大冒険が始まるっていう話。ホグワーツって学校名だったんだ、わお、学校です。そう、両親の仇のあの人と戦う、そうそう、ハリーポッターの両親は魔法使いやったんやけど、そのもう闇の魔法使いにね、いろいろあって亡くなってしまって、その仇がね、本当にラスボスっていうか、なんかもう魔法界の中でこう恐れられてる、名前を呼んじゃいけないあの人って言われてるんだけど、名前を呼ぶのも恐ろしいぐらいの闇の魔法使いがいるのよ。最終的には
その人と戦うっていう話なんだけど、あの方ね、名前を教えて、ボルデモートですね、ボルデモート。若い時の名前はトム・リドル。若い時かっこいいんだけど、めっちゃトム・リドルの時はすごいかっこいいんだけど、なんかボルデモートになったらすごいなんか怖い見た目になってるんだよね。お辞儀するのだ。なぜか戦う前に絶対お辞儀させてくる。これはもうここら辺はまでも本当に基礎デブすらないぐらいの知識。本も映画も完全制覇派。いや映画見てるんだけど、本はちょっと途中までしか見てないかも。途中まで見て途中飛ばして秘密のプリンスは読んだっていう謎のやり方してる。いや結構映画はなんか結構削ってるから、原作の読んだ方が補完にはなるんだけど、結構分厚い。ファンタスティックビースト見ました。見てないんですよね。とりあえず今はホグワーズレガシーズってやってます。戦ってます、魔法使いとして。もう結構呪文覚えました。ちょっとね、本当は禁忌とされているあの死の呪文っていう、あの本当にあんま覚えちゃいけない魔法も覚えてしまいました。もう着実に闇の魔法使いに進んでます。言ってみて、いや言ったらみんながちょっと苦しみ出すからやめた方がいい。本当にみんなのために、みんなのために言えない。苦しよ。ああかわいそうに。で最近ね、本当になんて言うんだろう、自分が、私のキャラがね、めちゃくちゃ闇に なり始めてて、しかも多分私の選択肢がダメなんだよね。なんか私の選択肢がね、クルーシオ、なんか拷問に使われる魔法。なんか体の調子が、あーかわいそうに、かわいそうに、頑張れー、頑張れーでなんとかなるものなんですかね。逆になんかマリオ買ったんだけど、マリオ全然なんかやってるんだけど、スイッチ買って最初に買ったのがマリオなんですよ、ホグワーツレガシーじゃなくて。なんだけどマリオ難しくて、まだ一面なのに全然クリアできなくて、ちょっと今諦めてる。なんかね、私の知ってるマリオじゃなくなった。めっちゃ難易度難しいんやけど、めちゃくちゃ難しかった。マリオのどれ？ワンダー？新しいやつ。なんかね、操作がちょっと DS の時と違うくて、なんか DS は A でジャンプで B でダッシュだった気がするんだけど、なんかちょっと違うくて、ちょっと困ってる。全然できない。花がしゃべる。そうなんよ、なんか道端に咲いてる花とかもすごいおしゃべりで、ちょっとあの
よくないね。私多分本当にいっちゃん最初のマリオから急に飛んで一番新しいやつにやってしまったから、いっちゃん最初っていうかの DS の時のマリオから、なんかこう知らない要素が多すぎて困ってるどう向き合ったらいいのかわからない。なんか道端に咲いてる花に頑張れって応援されたらびっくりして、あの穴とかに落ちて死んじゃう喋ったって。だから最近はちょっとスリザリン生としてホグワーツでいろんな冒険をしてますかな。あともやってくるんご、イエイ、やってくるんごね。もう時間もそろそろ終わりらしい。壇上読むか。ではそろそろ壇上読みたいと思います。ではでは13位から読みます。13位、セディアさん。12位、ヨシヒロさん。11位、ペルさん。10位、シェイカーさん。9位、ノスケさん。8位、セルジュ・ルタンスさん。7位、バンボイさん。6位、背番号48さん。5位、ジェリーさん。4位、コバチャさんでした。13位から10位まで、4位までの皆さんありがとうございました。そして3位がホクさん、2位がクジノタイゴさん、1位がトットさんでした。ありがとうございます。すごいね、クジノタイゴさんとトットさん、タワーもありがとうございました。お誕生日タワーかなすごい誕生日過ぎたんですけど、まあありがとうございます。本当に嬉しいです。今日ちょっとメール送れなかったんで、明日いっぱい送りたいと思います。シュッシュッシュ、おやすみなさい。おやすみ、ゆっくり休みましょう。かわいいぞ、ありがとう。今日ちょっと適当だから、また今度の方がもっとかわいい今日ちょっとレッスンだけだったんで適当を聞こう。バイバーイ。明日当落、そう、生誕祭の当落、みんな来てね、待ってるんごね。バイバイ。ハート。当たるといいな。大丈夫さ、きっと当たるさ。